きな国の片隅で今日もお偉い人たちが頭を小突き合って話し合う今の世界をどうするか黒い煙に赤い煙垂れ流しに横流しめちゃくちゃに汚れても落書きしてはいけませんミサイルの数比べ合う兵隊の数奪い合う小さな国小さな町の片隅で今日も男と女がながら話し合う二人の未来をどうするかどこへ行くにも金が足りない何をするにも気が引けるすべてにおいて金が足りない明日また電話するよいけやれほら時から決められたお前は利口で俺はバカかけっこしても叶わない嫁さんだって月とすっぽん一体誰が舵を取ってるブレーキは一体誰が踏む行きっぱなしの無責任みんながやるから俺もやる地球がとっても青いから遠回りして月へ行くとやっと見つけた四畳半僕らの生活の始まりだ